札幌赤レンガカフェは北海道札幌市に2004年から2007年まであった観光案内施設。札幌商工会議所が策定した構想による事業の一つで軽食を取ることが可能なカフェとして機能するほかに観光客へ向けた札幌市内及び北海道の観光案内や各種イベントなど地域の魅力を発信する場として機能していた。札幌商工会議所により 主体を民間とする、街づくり事業を行う、とも構想が提案され、札幌ともとして発足。札幌チャレンジオフィス、札幌都心共通駐車券、都心賑わいづくり事業、札幌中心ともらくらの事業と同じく、札幌赤レンガカフェ事業としての取り組みが決定され、2004年6月4日に、北海道庁旧本庁舎前の札幌三井ビル、別館1階へ、 札幌赤レンガカフェを設立した。カフェの開設に際し、多くの企業や団体が協賛して、協議会を設立、運営主体を札幌商工会議所札幌ともとした。北海道と札幌市の街の魅力を訪れた人々に、紹介、またインターネットや各観光資料を無料で閲覧できるなど、カフェと観光案内所の双方の機能を合わせ持っていた。 市内の観光案内にはおよそ200名が登録している札幌商工会議所観光ボランティアガイドの会の会員により無料ウォーキングガイドツアーが実施されていた。定員は10名で有料の遊具施設などを利用しなければ無料、人数が多い際には予約が必要な場合もあった。所要時間は2時間程度、ガイドは2.3名が各グループを案内。ガイドは 定期的に商工会議所や各勉強会に参加していた。建物内で食品を販売するカフェでは、雪印入業株式会社の雪印パーラー、札幌赤レンガ店が入居。北海道100周年記念式典の際、訪れた天皇への献上品として、宮内町より製造を依頼されたアイスクリームも販売されていた。また、 主に北海道で作られた商品を販売する北のブランドショップという名の土産店も入居していた。施設内で行われるイベントでは、物産展や美術展など各年で特徴の違う内容が企画されていた。設立後間もなくして北海道遺産展を実施、その後は栗山町など北海道内の町による物産展が開催されたほか、 2005年には札幌ツーリズムを行った。これは札幌市内に住む人々に向け新しい札幌の魅力を発見してもらう再発見をテーマにして行われた企画。第1回目の2005年1月27日には札幌駅南口開発株式会社などの企業協力のもと JR 札幌駅と南口商業施設の裏側ツアーを開催し、 札幌駅周辺施設を散策する見学ツアーを行った。その他、同年のカルチャーナイトでは特別企画としてキャンドルとおことの調べライブを開催。そうによる演奏会を夜間に行った。当カフェは入居している札幌三井ビルの建て替え工事が始まるまでという期限付きの条件で開店した関係で2007年9月30日。 その建て替え工事の開始ということで閉店となった。なお、観光案内所の機能は、北海道町旧本庁舎2階に移転し、ボランティアガイドが引き続き活動を行っている。AB、札幌赤レンガカフェ、株式会社ノーザンクロス。2015年8月18日閲覧。ありがとうございます。